こんにちは、デザイナーのアリさんです。今日はスタジオで CMS2.0 を使ってメディアサイトを作っていきます。この動画は前編と後半に分かれてまして、前編では CMS2.0 の管理画面の方でデータの入力方法だったりとか、それをトップページに表示させるにはどういうふうに紐付けていったらいいのかっていうところをご紹介して、後半では記事詳細の設定方法だったりとか、記事一覧の作り方、公開設定っていうのをご紹介していきます。ちょっと長い動画になってくると思うんですけど、一緒に頑張っていきましょう。今回作る、メディアサイトのイメージですね。さあ、めちゃくちゃこうシンプルなものになってます。ヘッダーがあって、メインビジュアルがあって、こんな感じでスライダーがあって、まあ、記事の新着一覧があって、まあ、ライターの情報があって、アバウトがあって、フッターがあるような、だからそのような構成で作っていこうと思います。では早速やっていきましょう。はい、では早速画面を開いていきましょう。ログインしてもらいましたら、こんな感じのプロジェクト一覧になってると思います。なのでまずは初期設定を行っていきます。新しいプロジェクトを作っていきましょう。で、今回ですね、まあ、テンプレート、このワイヤーフレームみたいなやつもありますし、下の方でテンプレートでメディアサイトもいろいろあるんですけど、まあ、今回ちょっと勉強という形で空白から始めようかなと思います。じゃあプロジェクトの名前をアリメディアにします。はい、アリメディアを作りました。で、まあ自由度高く使いたい方はザ・ベーシックのシリーズがおすすめします。まあ、空白から作ると、まあ、こんな感じにもうまっさらな状態になるんですけど、ちょっと例えばテンプレート一覧から新しいプロジェクトでこんな感じで、ブログ用のメディアもあるので、テストメディアを1個作ってみますね。そうするとこんな感じですね。もうナビゲーションとか、メインビジュアルというかメッセージみたいなところとか、まあ、記事の一覧が、これ新着の記事ですねの一覧っていう形で、モジュールがもうすでに、入ってる状態になるので、まあ、ここに、CMS2.0 で管理画面の方からデータを作っていって、ここに紐付けていくってやってくると、もう簡単にメディアサイトができるので、自分、カラーの変更とかももう白黒グレーの配色で使いやすいので、作ってみてもいいんじゃないかなと思います。ではでは今回は、空白からやっていきます。メディアをこんな感じ開けました。で、CMS2.0 を作っていきたいので、 CMS を押しましょうか。でこれ CMS の、 管理画面から CMS いじっていただいてもいいですし、デザインエディターの方多分開いた状態になってると思うので、ここから感じで、セックこの左側の、バーを開いていただいて CMS を開きます。そうすると CMS 始めるってなるので、ここからでもできます。そうするとこんな感じで、またポップアップで聞かれます。テンプレートデータを使うか、どこから始めるか、ワードプレスからインポートするかっていう3つから選べます。まあ、テンプレートデータを使う場合はもう記事とか、投稿者の情報とかタグとかもうセットされてる状態なので、あ、これこういうふうに使えばいいんだってなんか感覚的に、分かるかなと思います。まあ、ちょっと今回は無理の形なんで、両方とも空白から始めてみようと思います。で CMS を始めるをクリックします。そうするとこの感じの画面になります。でまずですね、モデルを追加していきましょう。こんな感じでモデルが0件です。モデルを制作しましょうという形になります。なのでモデルをまず追加していきます。で、まず記事が、必要になってくるんですけども、まあ、そもそもモデルとはっていうところで、スタジオの CMS では同じタイプのこうアイテムのまとまりみたいなのをモデルと呼んでます。で種類がありまして、この記事タイプっていうものとユーザータイプっていうものとカテゴリーとカスタム、カテゴリータイプカスタムタイプであります。で記事タイプっていうのはもうその、ま、その名の通り、この
記事の、詳細画面の、タイプになっております。で、まあ、本文は、入力可能で、まあ、埋め込みとか、共同編集とかできるような形になってます。で、ユーザータイプっていうのが、これのこんな感じのものなんですけども、まあ、あのメンバーの管理ですね、執筆者情報の管理に最適なモデルタイプです。実際記事詳細の画面だったりとか、メンバーページみたいなのを作っていくのだと、このユーザータイプの、モデルを活用して、使っていくっていう形になります。で、カテゴリータイプとカスタムタイプですね。こちらは、まあ、ちょっと絵ではカテゴリーとタグみたいな、形になってるんですけども、まあ、シンプルというか、なものになってます。もう他の、記事たちをどういうふうにカテゴリー分けてやっていくのかだったりとか、タグをつけていくのかみたいな のために使っていく、モデルになっております。まあ、自由にカスタマイズできるので、まあ、他とのモデルと の参照、他の記事、いろんな記事の参照方法だったりとか、まあ、いろいろな使い方ができるかなと思います。ではまず記事モデルを追加していきましょう。タイトルですね、モデル名、記事とかにしておいてもらえると分かりやすいかなと。で、作成するタイプを記事タイプにしておきます。作成するをクリック。はい、そうするとこの画面になります。で、まずこの記事を追加をクリックしていきます。そうするとこんな感じの画面になりますね。タイトルがあって本文があるような形です。テスト用のテキストをパッと流し込んじゃいますね。こんな感じで本文の方もペタッと流し込んでいました。結構使い方は H1、H2、H3 という感じで使えるので、このプラスマークで持っていくと埋め込みだったりとか、ヘッドラインだったりとか、引用タグだったりとか、こんな感じで使えるようになっております。まあ、本文今サクッと入れてしまったんですけど、カバーの画像も設定していきたいなと思います。で、このプロパティの方にですね、カバーがあるので、こんな感じで、ちょっと CMS0 の画像を、カバー画像を設定しちゃいます。はい、設定できました。で、カバー画像に関してなんですけど、まあ、メディアによってこう画像のサイズだったりとか、まあ、撮るか写真の比率にもってどう定義するかっていうの結構自由なんですけど、まあ、サイズにめちゃくちゃ悩んだら、OGP のシェア画像っていうのが1200630で定義されているので、実際に自分たちで作ってサイズ決められるっていうのだったら、その画像で用意しておくと結構便利かなと思います。こんな感じで、もう記事ができました。今下書き状態ですね。これをここで公開するかどうするか選べます。一回公開してみましょう。はい、公開中になりました。で、51記事が終わった状態ですね。では続きまして、ライターのモデルを追加してみましょう。モデルからですね、今度はユーザータイプをクリックします。で、モデルの名前をライターとかにしてみます。で、作成するをクリックします。で、今回ですね、タイトル、スラック、公開日時ってあるんですけど、これをライター追加を押すとこんな感じの画面になります。で、ここもちょっと画像を何個かアイコン用の画像を持ってきたんで、よいしょ、設定して、で、このお名前ですね、アリーンさんにしました。はい、で、名前の方をアリーンさんに設定して、で、できればですね、このスラックをライターのお名前にしておくと URL がそのライターさんのお名前になるので、できればここをスラックも変えておきます。なんかこう URL 開くときにこう、まあ、なんかちょっと文字面が分かりづらいものだと、やっぱまあ基本リンクで案内するとは思うんですけど、ある程度こう SEO の評価にも関わるって言われているので、できればこのライターのものだったりとか、カテゴリーとかタグとかはスラックの名前も共通して変更してあげられるといいかなと思っております。はい、では、まあ、こんな感じで、複数ちょっと追加していきます。2人目ですね、チャールズさんにしましょうね。チャールズっぽいんで、
で、この、スラックの方もこちら変えておくと、はい、こんな感じになりました。で、おそらく今下書きになってるんで、もう公開にしちゃいます。ライターの情報も公開にすると。で、ちょっと4名、サクサクと追加していきます。ミッシェルにしようかな。あ、出てこない。よしよし、英語苦手なんですよね。なんかちょっと変なスペルですけど許してください。まあこんな感じですね。あ、下書きの状態です。ここでなんか下書き状態か公開状態か分かるので、分からなくなったらこう一覧から見てください。アンナかな。私の独断でお名前をね決めさせていただきました。公開するに設定して、今4名のライターさんの情報ができました。で、ちょっとこれ順番ね、記事ライターにしておきます。で、続きまして、カテゴリーのモデルを追加していきます。カテゴリータイプを選択して、カテゴリーに、カテゴリー作成するをクリック。そうするとまたカテゴリーを追加が出てくるので、またここでデザインとか、ちょうどここでもね、英語にしようか日本語にしようかなりますね。まあ、スラックもあるので、英語にしてみましょう。これもちょっと小文字にいたしまして、こんな感じでデザインだったりアートも入れておきましょうかね。アートとか、で、各、モデルができたので、記事ライターカテゴリーっていう風にできたので、記事モデルに作成したライターとかカテゴリーを紐付けていこうかなと思います。で、まず記事を開いていただきまして、まあ、このここにですね、プラスマークがあるんですけど、それを押していただくと、こんな感じでプロパティを追加っていうものが出てきます。それを開いていただきまして、その中からですね、先ほど私が作ったこのライターとカテゴリーが出てきます。で、なのでここのプロパティ名に関してもライターと入れて、ライターを追加して、で、シングルセレクトとマルチセレクトの選択ができるようになってるんですけど、これは一つ選択か、複数選択かになってるので、例えば人物モデル、ライターモデルに関しては、まあ、シングルセレクトなんですけど、あ、例えばカテゴリーとかタグを作って、まあ、複数選択させたいという場合にはマルチセレクトにしていただくのがいいかなと思います。ではシングルセレクトにして追加で、カテゴリーも追加していきます。なんかカテゴリーはマルチセレクトにしましょうかね。結構カテゴリーとタグで使い分けたりとか、すると結構運用もしやすいかなと思います。マルチセレクトにしていきますと、はい、こんな感じで、追加することができました。そうすると、このライターの下のところで、フォーカスしていただくと、ダブルクリックしますね。そうするとこう選択できるアイテムっていうのが出てくるので、ここでライターの人を選択して、ここでデザインとか、こんな感じで複数選択できるような形になりました。はい、こんな感じでこの記事に対してですね、ライターとカテゴリーの設定ができました。ではでは、ここからちょっと記事をたくさん量産していこうかなと思います。新規追加、これちょっとテンプレートから拝借、で、カバー画像を設定して、2個目の記事なんで2個目の記事、ここに1個目の記事の時はプロパティがなかったんですけど、管理画面の方、記事詳細の方でもライターとカテゴリーが設定できるようになっているので、こんな感じでライターとカテゴリーを、よいしょ、こんな感じで設定していきます。今、公開日時ですねが1個目に関しては、
公開するっていう設定したので公開日が入ってる状態で、ここは今公開されてない設定になってるので公開日が入ってないっていう状態になってます。ではでは感じで生地をたくさん作っていきます。はい、こんな感じでですね、たくさん生地が量産された状態になっております。8生地とりあえずパートを作ってみました。でそれぞれに、カバー本文とカバー画像、ライター、カテゴリーっていうのを紐付けていきました。で、生地とライターとカテゴリーができたので、最後にコレクションを追加してみようかなと思います。でここに今モデルがあるんですけど、モデルの下にコレクションっていうものがあります。でそもそもコレクションっていうところなんですけど、任意の、CMS のモデルのアイテムを選んで、コレクションとして、まとめる機能です。1カテゴリーとか1タグとかでまとめることもできるんですけど、それを全て含んだ記事一覧の中から好きに、セレクトして、コレクションとして、集めることができます。例えばですね、こうカテゴリーとかに入れづらい、運営一押し記事とかを一覧でこう掲載したりとか、あと、メインビジュアルのスライダーを設定したりとか、それを任意の順番で一覧表示することができます。こんな感じで使います、コレクションは。なので今回はですね、メインビジュアルのスライダーに表示する記事のコレクションを作っていこうかなと思います。で、コレクションの右側からプラスマークしていただくと、コレクションの名前を設定することができます。メインビジュアルスライダー、はい。で、モデルを選択するプルダウンがあるんですけど、これを記事にしていただけます。で新規作成します。そうするとこんな感じでコレクションが1個追加されました。でアイテムを追加していくと、記事が選択できる状態になってるので、こんな感じですね、メインビジュアルに載っけたい記事をこんな感じで、はい、追加しました。今3件追加しました。これも公開にしちゃいましょう。こんな感じで、メインビジュアルのスライダーですね、用のコレクションが、できました。ここまででですね、CMS2.0 の、設定、管理画面の方の設定は完了です。はい、では続きましてトップページの作成に入っていきます。今回はセクションの機能を使ってちょっとサクサクとページを作っていこうかなと思います。これがトップ開いた状態ですね、この状態で追加の、CMS の追加から CMS を開いていただくと、さっき作った記事が反映されている状態になっています。なのでここから CMS の記事を一覧作っていったり、各セクションを作っていったりっていうのをやっていきます。でまずヘッダーが必要なのでナビゲーションを入れていきます。で、CMS を開いていただいて、メインビジュアルのスライダーを作りたいなと思っているので、この、スライダーを入れます。で、おすすめ記事、新着記事を出したいなと思ってるんで、ちょっとセクションのやつからパーツを流用してこれを選択肢を取る場合で、はい、こんな感じですね、入れます。ニューとか新着記事一覧、アリメディアの、新着記事の一覧ですと、はい、こんな感じできました。ちょっとこのブロックも使いやすいんですけど、CMS からリストを持ってきちゃいます。記事、はい、こんな感じで持ってきました。これは開放で、ここにマージンがついパディングがついてるので、100% 表示に、100% 表示、100% 表示に、してみます。こっちを 50% なんで 45% とか 40% とかにしていきますね。
はい、こんな感じで調整します。記事一覧を出したいのでちょっと先に編集しちゃいますね。これが2記事になってるので、あ、ちょっと数を増やし A4 記事にし、もっと見るボタンをつけておきます。リードも買ってきました。で、ライターのセクションも追加しておきたいなと思っているので、ライターも、こんな感じでポンと追加することができます。これも2名になってるので、ちょっと4名いるので直していきましょう。で、これも640なので 100% 表示にし、各のモジュールたちですね、 25% にしてあげましょう。はい、こんな感じで見出しが、上で使ったものをそのままパーツとして利用しちゃいます。よいしょ。で、上のマージンも一緒につけちゃいます。よいしょ。ライター紹介、アリエメディアの、ライター、素敵なライターたち、いいですね。こんな感じでライターを紹介。メディアだとこう、私たちこういうメディアですみたいな、こうアバウトの、ページだったりとかセクションがあるかなと思うんですけど、まあ、それも追加していきたいなと思います。ちょっとアバウトのセクションなんですけど、今回空白から作ったんですけど、テンプレートからパーツだけちょっと流用させていただくっていう形をやってみようかなと思います。こんな感じですね。今、O の、テンプレートですねを開いてるんですけど、ここの私たちについてっていうセクションがあるんですけど、これをですねコピーし、アリメディアの方にそのままパコンとはめちゃいます。で、フッターもちょっと拝借、ちょっと合わなかったら後で変えます。はい、これをポンと、ちょっと見づらいですね、失礼しました。はい、こんな感じで、できました。で、新着メインビジュアルのスライダーと新着の記事と、ライターと、アバウトセクションとフッターっていうような形になりました。はい、こんな感じでできたので、続きましてですね、各ちょっとセクションの紐付けを、行っていこうかなと思います。で、まずメインビジュアルですねは、できればこう 100% 表示されていて、左右の画像がこうスライダーだよって分かるようにできたらなと思うので、ちょっとこれを変えていきます。のブロックを選択してもらうと、960ピクセル幅になってます。これをパーセントにしちゃいます。これ 75% になるので、これをですね 100% に変えていきます。そうすると画像マックス 100% になりました。この状態ですね、下の、ディブというか、ここは 100% 表示の、ボックスにしたんですけど、各画像たちの、ボックスっていうのが、まあ、別であるような状態なので、ここのパーセントを狭めていきます。なので横幅を、今 100% から 75% に変えます。そうすると横の画像がピュッと見切れるような形になりました。ただちょっとくっついてるとちょっと見づらいというか、1枚画像みたいに見えちゃうので、これに対してこう横幅のマージンを、隙間を入れていきます。20とかでいいかなと思います。あ、失礼しました、ごめんなさい、間違えましたね。これを0に0に戻して、このパーツですね、このディブに対してマージンをつけていきます。はい、こんな感じで横幅が、隙間ができるようになりました。はい、で、ヘタのロゴとかメニューとか付け足すんですけど、今回 CMS メインで、追加していくので、次は新着の一覧を紐付けていこうかなと思います。で、これ新着記事の一覧です。ここを開いていただくと、右側のパネルをポッと出します。で、今記事になって表示件数4件という形ですね。
何件しようかな、6件とかにしてみましょうかね。まあ、こんな感じで件数できました。で今ですね、サムネイルの画像と更新日、タイトル、本文のテキスト、ボディのテキストがあってるんですけど、ここの中でノーデータになってしまっている部分、このアイコンと、ライターの名前ですねが紐付けられてない状態になっているので、これを追加紐付けしていきます。はい、この右側のパネルから、まあ、やっていきますね。ボックスを右側からこんな感じで開きます。そうするとこのライターの中で、ネーム、アバタースラックってあるので、このアバターにします。はい、そうするとこう感じで反映できました。はい、で、これがライターのタイトルを入れていきます。で これ右側からもできるんですけど、左側のこのつなぎ込み矢印からもできまして、こんな感じで開いていきます。そうするとこのライターのネームからこんな感じでピョンとポンと、はい、反映することができました。でこの右のボックスからでも左のこのパネルからでも、両方できます。結構分かりづらいね、ふにょってできると楽しいですよね。じゃあちょっとスタイリングだけ調整していこうかなと。テキストの、サイズをちょっと大きくし、画像も少し、ね、せっかくの画像なんですけどちっちゃいんで50ピクセルぐらいにしていきます。はい、こんな感じで、はい、新着の記事一覧ですねとメインビジュアルのスライダーが設定できて、ライターの方もできました。でライターの方もノーデータになってしまっているものがありますね。これが特に、テキストとして表示してないので、これもちょっと作っていこうかなと思います。管理画面の方に戻っていただいて、よいしょ、なんか一言メッセージというか、なんかそういうのを入れれたらいいのかなと思うので、ライターモデルのところに、テキストを追加していきます。プロパティを追加、テキストタイプ改行なし、一言コットメッセージを追加しますね。日本大好き、デザイン大好き、デザイン大好き、写真大好き、何でも大好き。はい、こんな感じで、一言メッセージのプロパティを追加しました。で、こっちの方に戻っていただいて、これもちょっとまあパネルから今一言メッセージが追加されてますね。こんな感じですね。このポインターからピューとポンと、はい、できました。こんな感じでですね、各一言メッセージが追加されるようになりました。はい、で、About に関しては、まあ、こんな感じでできているので、はい、フッターも、今回テンプレートから持ってきましたけど、セクションの方ですね、追加から、セクションを選んでもらうと、なのでフッターの要素もあるので、こんな感じでフッターを追加するっていうのももちろん可能かなと思います。ちょっとアバウトもリードモアのスタイリングだけちょっとだけ調整してトップページは終わるかなと思います。よいしょ、塗りをしてテキストの色をにして、ちょっと余白を、はい、開けます。はい、できました。ちょっとライブビューで見ましょうかね。はい、こんな感じでですね、ヘッダーがあって、メインビジュアルスライダーが、まあ、こんな感じで動きまして、新着記事ですねの一覧がパパッと出てくるような形になって、リードマーとで、見れると。でライターの一覧で、ちょっとアニメーションついてリッチになってますね。テンプレートを持ってきた私についてと歌のセクションがあるよう なんかシンプル構成の、トップページができました。はい、ということで前半の動画はこれにて終了になります。
後半の CMS2.0 を使ってメディアサイトを作ろうでは、記事の詳細の設定方法だったりとか記事の一覧を、デザインの方で反映させていきます。あと公開設定をして予約公開っていう流れになります。まあ、ちょっとここまでも大変なんですけど、後半も一緒に頑張っていけたらと思ってます。何か気になる部分だったりとか、感想とかコメントいただけたらすごい嬉しいなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。